こんにちは、まゆです。今日はね、僕の動画を見てくれてる視聴者さんから、以前僕がショート動画として出した発達さんがお部屋になる7つの理由っていう動画に対して、理由だけじゃなくて対処法も教えてくださいっていうことでコメントをいただいたので、そのリクエストにお答えして、僕が考えたりとか僕のメンターから教わったですね、お部屋を脱出するための3つの方法をお伝えしていきたいと思います。ちなみにこれからお話しする3つの対処法なんですけど、発達さん向けとは言ってるものの、発達さんじゃなくてもね、片付け苦手な人っていっぱいあると思うんですよ。なかなか片付けれない人、そういう方にも役に立つ対処法になってるので、ぜひともね、部屋の片付けで悩んでる方はチェックしてみてください。ちなみにこのチャンネルでは、発達さんや人見知りさん、HSP さんなどの本性さんが明日が生きやすくなるようなヒントだったりとか、これからどうやって生きていったらいいんだっていう考え方とか、僕自身の体験談などをお話ししています。さらに動画以外でもより詳しく話を聞きたいだったりとか、僕とコミュニケーションを取りたい方に向けての公式 LINE もやっています。概要欄に公式 LINE のリンクが貼ってありますので、そこをクリックしていただいて、お友達登録していただいた方全員に無料で脱コミュ障7つの習慣っていう完全オリジナルのスライドをプレゼントさせていただいております。ぜひお気軽にお友達登録してください。それでは本題に入っていこうかなって思うんですけど、まずね、ちょっとショート動画で出した発達さんがお部屋になる7つの理由ですね、ちょっと振り返っていこうと思います。まず一つ目がもったいないですね。一つ一つのものへ愛着が結構強い方が多いので、なかなかちょっと捨てることに対して躊躇してしまう、もったいないと思ってしまって、どんどん物が増えていってしまう、集中癖なんかにつながったりして、気づいたら物だらけで、どうやって片付けたらいいのかっていうのがわからないっていう風になってるのが一つ目ですね。次、二つ目が念のためですね。これもういらないかなと思って捨てたものが、実は後からいるってなったらどうしようみたいな、うっかり捨てちゃったけど、あん時捨てなければよかったっていう風にちょっと後悔するんじゃないかっていうね、不安が強くて、念のために取っておこう、念のために取っておこうって言って、全然使わないものまで家に溜め込んでしまって、結果、お部屋になってしまう。部屋が片付けれないっていうことにつながってしまいます。三つ目、片付けの先延ばしですね。これはね、もうまさに ADHD さんの特性ですよね。物事の先延ばし。めんどくさいなと思ったら、どんどんちょっと、後回しにしちゃうっていうことですね。僕は診断名としては A3 なんですけど、ADHD の傾向もあるので、めちゃくちゃわかりますね。僕もね、ちょっと片付けっていうものは苦手なので、片付けなきゃなって思うんだけど、いっか後でって思って、どの先延ばしにして、ちょっと部屋がね、荒れがちになっちゃいますね。そして四つ目、念のためストック。これは二つ目の念のためっていうのもとも近いかもしれないんですけど、もし家にこれ在庫がなかったらどうしよう。例えば今日の夕食、マヨネーズが欲しいと思ってたけど、あれもしかしたらうちマヨネーズあったかな、なかったかな、あ、今日の夕飯足りるかなみたいな感じで、どんどん買い込んでしまう。家にもうすでにあるのに心配になって、どんどん買ってしまって、家に溜まってしまう。っていうことがね、ありますね。特にね、これは安売りとかしてると、ちょっとお買い得なんかになってると、いつか切れるしな、もしかしたらないかもしれないしなと思って買いだめしてしまうっていうこともありますね。5つ目、買ったことを忘れる。とりあえずポンポン買っちゃってると、そもそもそれ買ったかな、いつ買ったかなみたいな。買ったような気がするけど、いやでも待ってよ、買ってないよな、とか、自分の家にある在庫とかを把握できてないからこそ、買ったかどうかすらも忘れてしまって、新たに買ってしまうっていうことですね。これも、どちらかというと ADHD さんの注意の特性が強い方によくあるのかなって思います。6つ目、衝動買いですね。もうとにかくね、欲しいと思ったらその欲が止められないんですよ。これ、この洋服かわいい。これかっこいい。これ欲しい。みたいななっちゃうと、なかなか踏みとどまれなくて、なんとかなると思って買ってしまったりとか、あとはネットとかで見てると、これいいと思ってどんどんクリックしちゃって、その場の勢いでいっぱい買っちゃうみたいな、衝動的に買ってしまうなんていうことはありますね。本当に本能とか欲に忠実になりがちな発達さんだからこそ、やってしまいがちなんですよね。7つ目、思考停止。片付けのね、方法とかがわからないと、どうしたらいいんだって思って、頭がパニックになっちゃうわけですよ。そうしたらもう、これ、どう片付けたらいいんだわかんないってなって、考えれなくなっちゃって、もう放置みたいな状態になって、物が溜まってしまう、捨てられない、お部屋になっちゃう、っていうことに繋がってしまいます。以上、7つが、ショート動画で取り上げた、お部屋になってしまう理由なんですけど、じゃあこれの対処法ですね。僕もね、まだ、もう、このね、お部屋対策みたいなのは修行中なんですけど、それでも僕がやって効果があったなって思ったものとか、ちょっとメンターから
教わって、あ、僕も実践してみようかなっていうものをこれからちょっと、ね、3つご紹介したいと思います。それではまず1つ目、1日1ステルーティン。これはですね、まあその名の通りですね、1日1個必ず何かを捨てていくっていうことなんですけど、その1個っていうのはもちろんね、その断捨離って言えるような、なかなか抵抗するようなものもちろん捨てれるのは理想的なんですけど、まあそれができたらね、いきなりね、苦労しないと思うんですね。まあなので、まあ例えば、メモ書いた紙とかもいらない紙とか、財布の中で眠ってるレシートとか、まあこれまた後で使うかもなと思って取っておいた容器だったりとか、何でもいいので、本当に捨てやすいものから、1日1個は必ず捨てるっていうのをルールにして、継続するっていうのがおすすめです。ちなみに僕は最初、一人で密かにやってるのだとなかなか継続できないかなっていうので、ツイッターを利用させていただいて、捨てたものを写真撮ってツイッターにアップするっていうので、1日捨てる気っていうのにチャレンジしていました。で、これを続けたおかげでですね、まあ今ではね、まあどんどんね、物を捨てられるようになったし、まあ、物がなくなっても大丈夫なんだっていうね、物がなくなることに対しての不安からも解放されていきました。むしろね、どんどん部屋から物がなくなってスッキリしていくことに対しての快感みたいなのも感じれるようになりました。なのでね、本当にもうどんな些細なものでもいいです。もしかしたら使うかもって取っておいたお土産でもらったね、紙袋とか、まあ僕もよくね、溜めがちなんですけど、そういうものをちょっと1枚捨てるとか、まあもう着れなくなった洋服とかですね、まあどんなことでもいいので、ぜひね、本当にできることからね、毎日チャレンジしていく。そうすることで自分の中で習慣化していって、捨てれるようになっていく。捨てることに対しての抵抗はなくなっていく。ということにつながります。2つ目、在庫リスト&メモ。ということなんですよ。まあ、これはね、もう本当に単純そのままですね。在庫リスト作っておく。家に、例えば調味料、醤油がどれだけあって、ケチャップどれだけとかっていうのをまずね、ちょっと把握するところから、自分の持ち物を把握するところから始めましょうっていうことなんですけど、まあね、ちょっとね、それめんどくさいなって思っちゃうかもしれないんですけど、でも一回最初にね、把握しておけば、次からそれがなくなったら消すとか、次買うんだなって思ったらメモを取るとかして、そうやってこまめにね、在庫チェックをしていくと、在庫切れの不安とかっていうのはね、なくなると思います。あと僕はですね、まあ、普段はね、会社員やってるので、大体買い物ってなると、土日に行くことは多いんですけど、土日の買い物行く日にメモを取るんじゃなくて、あ、なくなりそうって思ったら、もうメモがね、机の上に1個置いてあるんですね。それに、次買い物行く時に、例えばね、洗剤を買うとか、醤油買うとかっていうのを、常に気づいたタイミングでメモをするっていうのもね、習慣にしています。そうすることで、本当に必要なものっていうのを自分の中で把握できるようになるので、在庫がなくなったりとかする不安からも解消されますし、もしかしたら使うかもっていう念のためっていう思考から徐々に解放されていきます。あとはね、まあこれお部屋とは関係ないんですよ。単純に買い物の時間を短縮できる、考える時間が少なくなるので余計なものを買わなくなるっていうね、ちょっとした時間とお金の節約にもつながったりします。3つ目、ウェイティングルールを持つ。僕のメンターから教わって、まあ、僕もね、これからちょっと実践していこうと思ってることなんですけど、Amazon さんとか楽天さんとかで、通販サイトで物を買うときに主に役立つルールなんですけど、まあ、欲しいなって思ったら、すぐに買うんじゃなくて、とりあえずね、まず買い物カゴに入れて、まあ、そのまま精算しないでですね、3日とか1週間とか、ちょっと自分で決めたルールで放置してみて、それで改めて、ちょっとね、気持ちが落ち着いた、冷静になった状態で、改めてね、買い物カゴを見直してみて、本当にいるって思ったものだけ、3日後とか1週間後でも欲しいなって思えているものだけを購入するように、冷却期間を置くっていうね、ことを自分の中でルール化しましょうっていうことですね。まあ、それをすることによってね、衝動買いはだいぶね、抑えられるようになると思います。まあ、僕もね、結構ね、本とかはね、いいなと思ったら、どんどん買っちゃう癖があるので、これからね、実践してみようと思ってるので、まあ、もしよかったらね、これを見てくれてるあなたも、僕と一緒にね、このウェイティングルールっていうのをね、ちょっと試してみてもらえるといいんじゃないかなって思います。まあ、以上、この3つですね。1つ目が、1日1ステルーティン。そして2つ目が、在庫リスト&メモ。そして最後、3つ目が、ウェイティングルールを持つですね。ぜひ、これ実践してみて、どうだったかっていう感想をコメント欄に書いていただけると
とても嬉しいです。あとはこれを見てくれてるあなたがやっている汚部屋にならないための工夫だったり対処法だったりもぜひねコメント欄からね教えてください。僕もねまだまだねこの片付けっていう問題に対してはね修行中なのでぜひね僕にね教えてください。ということでまた今回みたいにねもしねこういうこと取り上げてほしいとかこういうこと知りたいみたいなのがあったらねぜひねコメント欄に書いていただけるとまたねお答えさせていただくっていう動画もねどんどん出していきたいと思いますのでぜひねこちらにコメント欄活用してみてください。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。冒頭にもお話しした完全オリジナルのスライドをプレゼントしている公式 LINE にもねぜひね登録してください。以上、まゆでした。バイバイ。